市議会議員の川口博史です。今回は、ちょっと貧困というものについてお話をさせていただきます。日本でも、かなり格差ができてきて、貧困の家庭が増えてると私は思っております。国よりも福岡市の方はその数字がかなり高い。子どもの持つ世帯でもう2割を超えてるんじゃないかなと実感をしております。そういった中で私たちは本来格差をなくす、そして安心して子どもが産めて次の国民をですねずっと人口が減らずに維持したい、そして年取って頑張った後は安心して老後を生きたい、社会保障をきっちりしていきたい。しかしながら今の超高齢化時代、これはお金もかかります。やむなく借金も必要と思いますし、一番心配なのは、前もお話したんですけれども、少子化でどん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 人口が減っていく。そうすると、全体の売り上げも落ちますし、いろいろなところで歪みがたくさん出てくる。もう少し手遅れの感がありますが、ここの立て直しが本来急務じゃないかな。そして豊かに暮らせるためのはずの、活性化や街づくりというものが、どっちかというとそちらが目的になっちゃったような気がして、多少苦しいとこがあっても、すぐ安易に例えば、労働でも一生懸命新たないろんな仕組み、今 AI とかもあってますけれども、して付加価値も上げていけばなりませんし、どうにかして、いろいろな人も集めないといけない、そして、雇用も守っていかなければならない。そういった中で、目標は格差をなくして安心して住める、持っている人だけがより持って、貧しい人はずっと貧しいではいけないわけで、それをなくすためにいろいろなイベントがあったり、優遇策をしたり誘導策をしたりやってるんですけれども、それが本来の目的までなってるのか、いろいろな投資もしますけれども、現場の、末端って言ったら失礼なんですけれども、本当に国がいろいろな補助を打ちますけれども、実生活に回ってきてるのかなというとちょっと疑問です。市も似たようなことをしているのかな。市は、市民に身近な一番の、自治体ですから、もっと暮らしの側からの視点を大切にして、政策を考えていかなければならない。そういった意味で、保育でも、責務は市なんですが、問題点がやっぱり国任せ、国の制度を受けて、自らの金を使わないと言いませんけれども、国を当てにしてよりも何が必要でどこが今困っているのかは、しっかり自らもお金も使いながら国にも訴えながら、そしていい仕組みを作っていかなければならない。そういった、暮らしの視点が少しバランスが悪くて後回しにされちゃってるのかな。ビッグバンといろいろ活性化策は、充実しておると思うんですけど、ものづくりや、雇用の確保、そして、暮らしをどう上げていくか守っていくかっていう部分の議論ができる議会、そして、何もかもが交渉の中で意見は言うけれども賛成ではなくて、違うとこは違う対案ですばきは出す、そしてその中で、議論ができる議会にまだまだ力不足で今は一人会派ということになっておりますけれども、しっかりといろんな、長くおらせてもらっているので、いろんなあり方の提言していきたいな、ぜひご支援いただければ幸いです。